はい、今回はカー用品紹介です。強力両面テープマイカー用ブラックって書いてます。車内の小物などの固定に、熱振動に強く、ダッシュボードへの小物固定にって書いてますね。で、長さはこんな感じです。で、特徴が柔軟な強力粘着剤を使用し、クッション性に優れ、振動する場所でも高い接着力を発揮しますって書いてますね。で、用途的には車内の小物、アクセサリー、屋内のブレート、プレートなどの固定に最適ですって書いてますね。で、使用方法はこんな感じです。で、なぜこの商品を買ったかというと、で、カップホルダーなんですよね。まあ、前回紹介した時もお伝えしたんですけど、粘着力が弱いんですよね。で、案の定ここの部分が、わかりますかね、こんな感じで外れてくるんですよね。で、普通の両面テープだとひっつかないみたいなんで、車専用の強力な両面テープを買ってきました。では早速開封してみたいと思います。で、こんな感じですね。では早速切って使ってみたいと思います。で、カップホルダーのこの下の部分の長さに合わせてハサミで切りました。で、両面テープを貼りました。まあ、若干浮いているっていうのとシールが見えてるんですけど、まあ、こんな感じでちゃんとひっついてますね。まあ、今の段階では何とも言えないんですけど、まあ、1週間2週間乗ってみて、またその結果もお伝えできればなと思います。はい、ということで今回は強力な両面テープについて紹介しました。